はい、今日のカメラは久しぶりに RX02、 はい、こちらを使ってね撮っていきたいと思います。はい、おはようございます。安水でございます。今日の札幌なんですけどね、ご覧ください。まあね、天気がねめちゃくちゃいいですよね。はい、今日はですね ND の64ですね。 ND フィルターは64でね、くっつけて撮ってますね。はい、今日のね撮影目的はと言いますとね、ちょっとピクチャープロファイルの、6番ね、 PP の6ですね、6をねちょっとね極めるということで、2って皆さんご存知ですか？カメラの設定でね2ポイントをずらしたりねすることによって高輝度部分のね、描写、まあ、あのいわゆる白飛びをね、抑えてくれるっていう調整があるんですけれども、それをねちょっとね、工夫して撮影していきたいと思います。はい、札幌はですね今ラーメン祭りっていうのね、これから始まりまして、そちらのね、今ね準備がね、踊り、公園の8丁目の方でね着々と今ね進んでおります。はい、それでライラックの方もですねご覧いただくと分かるんですけどね、もうだいぶね咲いてまいりました。もうねライラック祭りもね間もなく開催ということでね、今年のライラックはねちょっと咲くの早いですね。はい、ちなみに今年のラーメンショーがね980円でございますね。1回目と2回目にね、まあ例年と同じく分かれてね開催されますね。はい、なんで今更、PP6 にこだわってね、撮影するのかというのはですね、ちょっとまずねこの RX02 についてね、お話ししていきたいと思います。はい、今もねピクチャープロファイル6 PP6 でね撮ってますけれども、このカメラですね RX02 はですね、もう何年前ですかね、 4,5 年ぐらい前でしょうか。まあもうだいぶね発売されてね、年月も経っておりまして、まあ今はね1インチセンサーのカメラって言いましてもね、まあインスタ360ですとかね、まあ中国勢の台頭が凄まじくてですね、まあ、国内メーカーねソニーをはじめとしてもうアクションカメラ系のねカメラっていうのはもうね衰退の一途なんですよね。はい、6丁目のね山ツツジなんですけどね、まあだいぶ咲いてきましたね。はい、まあこのカメラはですね、実はですね絞りっていうのがね F4 に固定されてるんですよね。ですのでもう何でしょう、シャッター速度ね、で、まあ、露出の方は調整するしかないんですけれども、まあ、こういうね日中例えばね、S ログで撮りたいっていう場合やなんかはですね、最低 ISO 感度が ISO 1000ですので ND フィルターね必須なんですよね。でかといって最大の問題がこれね、TP10 ハイブリッドログガンマでの撮影というのはねこのカメラできません。そこがね最大のね短所なんですね。はい、それでね S ログ2ですとね今言いました通り最低 ISO 感度が1000ということで、あとこのカメラのねまあ映像エンジンの処理といいますか、
どうしても暗部にね、S ログで ISO1000 で撮るとね、ノイズが乗りやすいんですよ。まあ ND フィルターもね、がっちりかけなきゃならないっていうことで非常に使いづらいので、そこでね、ちょっとね考え方変えまして、PP の6をね、もうちょっとね工夫して撮りたいなっていうふうにね、思ってます。はい、それでね PP6、 まあ死熱ガンマですね、ソニーでいう死熱ガンマになるんですけれども、まあ比較的ですね、まあ白飛びに対してもね、HLG で撮るよりはちょっと耐性は少ないんですけど、まあまあ使えなくはないなっていうことなんですよ。でやっぱりね、映像でね一番ちょっと気になるのは白飛びはやっぱりね、見たくないので、なるべくそれを避けたいと。で PP 点ね、本当は HLG PP 点で撮るとそれが一番昼間ですよ、こういう明るい条件の時はね、いいんですけれども、まあ、それが入ってないので PP6 で、でソニーのねカメラのねすごいところは PP6、ピクチャープロファイルね設定しますと、あとそこからね、あのメニューでいろんな調整できるんですよ。これがねちょっと他社さんと違うところで、まあ、今パナさんねかなりすごい調整できるようにはなってるらしいんですけど、ソニーはねちょっとねプロ仕様を意識したね動画のね微調整ができるんで、それをねちょっとね駆使してなるべく素人日をね、避けたいと。 PP6 で素人日をなるべく避けるというね、ちょっとね設定をね工夫していきたいと思います。はい、PP6 のねちょっと奥の方の面で2ってあるんですよ、2。はい、これはね、高輝度の信号、つまりあの明るいね、輝度の輝いているような部分ありますね、そこの信号をカメラのダイナミックレンジ内になるべく収める、まあ、圧縮をかける技術なんですけど、それのね微調整ができます。まあ、通常はね、まあ、オートで撮影するんですけれども、ここをねマニュアルで変えて、僕の場合はねこんな設定してます。はい、この設定であれば、あの一番ね、あの白飛びがしづらいはずなんですけど、まあ、ちょっとグラフ今出しますけどこんな感じですね。まあ、ちょっと僕あのプロじゃないんで専門的なことは分かんないんですけど、昨日ねちょっと予備実験をしましたら、やっぱりこの設定が一番ね、あのテントの白い部分ですとか表現が一番白飛びしづらかったので、今はね、撮ってるモードはその設定のねモードになっております。いや今日はね本当天気がいいんでね気持ちいいっすね。はい、山頂目のねここのライラックもね結構綺麗にね咲くんですよね、白いライラックと紫のライラックがねございますけれども、さあこんな感じでねもうすっかり札幌も春から、まあ、初夏に向けてといいますかね、そんな雰囲気に、ね、なってまいりましたね。はい、アナモルフィックアダプターねつけてますのでね、太陽に向けますとね、まあご覧の通りですね、フレアといいますかね、アナモルフィックアダプター独特の青色のね青線が入ったと思いますけれどもね、これもねもうムーンドッグラブさんのねキットを使ってますけれども、もうね今は販売されてないのかな。まあさすがにね RX01 あの後継機もねちょっと今のところ出る雰囲気がないので、残念ながらねこのアダプターレンズと、それからアダプターレンズは売ってるのかな、
リグはねちょっとね売ってないと思いますね。はいはい、ここの案内所のね日当たりのいいライラックもねもう綺麗にね咲いてますね。はい、あと PP6 のね利点と言いますとあのカラーグレーディングですね、それも非常にあの S ログなどと違ってね、しやすいんですよね。まあもともと色もねちゃんとある程度乗ってくれてますんでそこもメリットですよね。はい、ここもね白いライラックね、咲いてますけれどもねどうでしょうか。ちょっと逆光気味ですけどね綺麗に撮れてますでしょうかね。はい、まあ RX01 の後継機、02かの後継機ね03出るかなってね期待してたんですけれどもまあ残念ながらね例の FDRX3000 がもう開発終了ということで一応ね RX のこの0はね終了ではないらしいんですけれどもおそらくですね、まあ、新製品の方はね出ないと思いますね。はい、希望はあなたを捨てません。あなたが希望を捨てるのです、ね、テレフォン人生相談。はい、NHK のね跡地なんですけれどもね創成川の横のとこですけどまだね建物らしい建物はね建ってないですね。なんかできるんでしょうかねここもね。はい、皆さんここにはね真珠の木っていうね非常になんかちょっと珍しいですね木がね生えてるの皆さんね、ご存知でしょうかね。はい、皆さんは紫っぽいね、ライラックとあの白いライラックもあるんですけどね、どちらがねお好きでしょうかね。はい、でここがねまたねツツジがねもうほぼ満開で綺麗にね咲いてますけど江戸川ツツジか、って言うんですけどね綺麗ですね。はいね新緑が綺麗ですね、どん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 ね、新緑が生えてまいりましてご覧の通りねもう北海道ももう間もなくね、夏を迎えるといったね状況になってきております。はい、ここのね、新緑も綺麗ですね。これは楓かな。ねえ、綺麗ですね。ああ、もうこの時期が一番ね、綺麗かもしれないですね。綺麗だな。はい、なんかね、西の空が雲がね、もこもこもこっと出てきまして、なんとなくね、夏らしい雲。じゃないですかね、どうですかね。でこれねこのジンバル操作でですね実はですね分かりますかデジタルズームが一応できるんですよね、ちょっと今ズームになりますでしょ。で今ね戻しますね。はい、これがね通常の画角になります。でね、ジンバルのダイヤルを回すとねデジタルズームまあ、超解像ズームっていうんですかねここまでね一応は寄ることができます。あもちろんね RX02 ズーム機能はついてないんですけどまあいわゆるねデジタルズームってやつですね。はい、ここのねちょっと今想像しいですけどね、下にもライラックがね咲いておりましてご覧いただけますでしょうかね。綺麗に咲いてますよね。はい、ね、やってまいりました四プラ跡ですけどね今ね盛んに工事やっておりましてまあホテルと
商業施設ですかね、になる予定のはずですけれどもね、完成するのもちょっとね楽しみですね。はい、もゆく札幌のねところにねやってまいりました。天気いいね。はい、ということでね、たぬき工事のところやってまいりましたけれども、ND のね64ねつけっぱなしにしてますので、あの ISO がね今ね2500ですね。はい、まあ、あのダヴィンチのね新しいシステムで、あのノイズリダクション、まあ、むちゃくちゃ優秀になりましたので、それでねノイズをねデノイズね、かけるとどうなりますかね。はい、いかがだったでしょうか。今日もね、いろいろ実験してまいりましたけど、ピクチャープロファイルのね、6番右をね微妙にね調整してあげると、まあ白飛びがねある程度防げるということだったんですけど、いかがだったでしょうか。はい、皆様はガチャお好きでしょうかね。僕もねしょっちゅうねここねガチャね実は来てます。はい、ということで今日はね PP6 のねテストいろいろやってまいりましたけれども、いかがでございましょうか。任意のね調整をしてあげるとね、意外や意外、木戸さんのね、こういう激しいとこでもなんとかなるということね、お分かりいただけましたでしょうか。まあねログとかねローの撮影まではうまくいかないんですけれども、まあ結構ね使えると思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。